朝鮮労働党委員長の敬愛する最高指導者金正恩同志に、朝鮮民主主義人民共和国創建72周年に対して、ロシア自由民主党のジリノフスキー委員長から祝電が送られました。祝電は、ロシア自由民主党は金正恩委員長の導きのもと、朝鮮民主主義人民共和国が近年経済分野と国際関係で収めた成果を高く評価する。ロシアと朝鮮、ロシア自由民主党と朝鮮労働党の両関係の発展は、ロシア自由民主党の変わりない立場だ。金正恩委員長の健康と国の人民経済の発展と、朝鮮人民の福祉向上のための活動で成果を収めることを祈ると述べています。